ちょっと画質がホロライブの技術力はこんなもんじゃねえのに、すまねえ、団長がホロライブの技術力を下げている。いや、このパーカーかわいい。ちょっと画質がガビガビでもかわいいんですけど、ということでぜひぜひ皆さん発売中ですのでね、忘れないうちにゲットしてください。今なら全部セットで団長サイン書きます。この後20時からね、スバル先輩が、はい、4周年ということで、いや4周年か、団長懐かしいな。なんかスバル先輩のことさ、すごいね、今めちゃめちゃ推してるんですけど、なんかなんで推し始めたのみたいな、きっかけは何なのってね、結構ねエゴさするとさ、引っかかるんだけど、団長はですね、スバル先輩のプレアデスという 3D ライブからね、心が持ってかれちゃいましたね。本当にきっかけってあるんだなと思って、じわじわ推していったではなく、いや、もともとスバル先輩尊敬してたし、すごいなと思ってたけど、そう、あれからね、待ち受けもスバル先輩にして、ね、1年経ちますもうすぐ1年か、はえー、そう、スバル先輩のプレアデスで、スバル先輩のことを推し、本当に推しになって、そっから、待ち受けも変えてさ、今までね、待ち受け団長あれだったんよ。iPhone のデフォルトのさ、なんかよくわかんない波打ってるみたいな、デフォルトから変えたことなかったんだけど、別に待ち受けなんて何でもいいじゃん、正直ね。そういうのね気にしないよ。 LINE のアイコンもさ、もうね5年ぐらいずっと一緒なのを、なんか友達が描いてくれた自画像をずっと LINE アイコン変えなかったり、なんかそんなコロコロ変えなくていいかなみたいな、なんかあんまりそういうの意識しないけど、女子としては、女の子としてはちょっと珍しい系、ちょっと男の子っぽいかもね、なんか感覚的には。まあ女の子も男の子も関係ないかもしんないけど、そう、そういうところはなんかさっぱりしてんだけど、なんとね、はい、だから正直ね、スバル先輩からはなんかいろんなものを学んだな。はあ、待ち受けにするってこんな感じ、なんか推し、そういうね、こう、アイドルとしての推しを応援するってこういう気持ちなんだ、団長をこうやって推してくれてる人もきっといるんだな、みたいな感じでね、いろいろ教えてもらったな。それが1年か、もうすぐ。そう、だから団長もね、これから、まだ見ぬ団員さん、きっとね、今ここにいる人はきっと同じような気持ちで団長のことを待ち受けにしたりとか、団長のことをすごい推してくれてる人たちが多いと思うんだけど、まあ、スパチャ読みまでね、見てくれてるから、まあ、これからどんどん4年、5年、6年やってく中で、新しいね、団員さん、そう、推してくれる人をね、どん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 増やしていくべく、配信がやっぱ一番だと思うんだよな。配信もね、コツコツ、牛の歩みも、千里という言葉を胸に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、なんか団長が4周年みたいな感じで醸してますけど、はい、違います。イエーイ。はい、はい、ポンポン。せーの、ゴーゴーレッツゴー。